今回ご紹介するのは女優の菊池凛子さん。1981年1月6日生まれ、身長169センチ、神奈川県出身。板谷由夏さんと似てると思う人も多いかと思うのですが、そんなことはさておき、一人っ子として生まれた菊池さん。父親は彼女が小学6年の時に亡くなり、母子家庭で育ちました。1996年、彼女が15歳の時に原宿でスカウトされ、モデルとして活動を開始します。スカウトから4年後には本名の菊池百合子名義でドラマと映画でデビューし、女優への道を歩み始めました。以後も出演履歴を見る限り役者としては、地味ながらも割と順調だったようですが、2006年に転機が訪れます。ブラッド・ピット主演の映画バベルにて、ろう者役での出演が決定しました。初のハリウッド映画進出ということですが、当初彼女は別に海外進出を狙っていたわけではなく、たまたま好きだった監督が日本で撮影するということで、こんなチャンスは二度とないと意気込んでオーディションを受けたそうです。ただ監督としては本物のろう者を使いたかったそうで、そして菊池さんが当時25歳と女子高生役から一回り近くも年が離れていたにもかかわらず、彼女の必死の努力の甲斐があり、1年間にわたったオーディションで見事に合格を果たしました。劇中でとになったりと出したりと過激なシーンがあったにもかかわらず、アカデミー助演女優賞にノミネートされました。これはうろ覚えなのですが、彼女の何が気に入らなかったのか、当時ネット上では彼女に対してとある団体がバッシングをしていて、その理由が彼女の演技が気に食わなかったのか、それともなぜ本物を使わなかったのか、今となってはその理由は不明で、ともかくもちょっとしたトラブルが巻き起こっていたようです。作品自体、私はアマプラで見たのですが、全方もバッチリ、そしてキックも無修正だったのでびっくりしました。ちなみに話自体は個人的には面白かったのですが、海外では結構叩かれていた印象があります。性的にだらしない描写が多々あったので、そのせいかとも思うのですが、確かにあえて見るものに対して嫌悪感を抱かせるシーンがあることは事実です。というわけで以後、菊池さんの知名度は爆上がりで、海外映画にもたびたび出演するようになります。2015年には染谷翔太さんと結婚し、二人の子供に恵まれています。グラビアに関しては2007年に写真集を一冊だけ出しているといった具合なので、ちょっと寂しいですね。以上、菊池さんについてでした。当チャンネルでは毎回話題のグラビアアイドルを取り上げていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。